2006年世界フィギュアスケート選手権は2006年3月19日から26日までカナダのカルガリーで開催されたフィギュアスケートの世界選手権。競技会場となったサドルドームのリンクは18年前のカルガリーオリンピックでも使用されている。男女シングルでは2組に分かれて予選が行われ予選の各組上位15人がショートプログラムに進む。ショートプログラム後、 それぞれ上位24人がフリースケーティングへ進む。アイスダンスではオリジナルダンス後の上位24組がフリーダンスへ進む。本大会では男子、女子、ペアアイスダンスの4種目が行われた。トリノオリンピック直後ということもあり、トリノオリンピックのフィギュアスケート競技の金メダリストはいずれも欠場した。本大会は男子を除く3種目で、 新チャンピオンが誕生した。男子の優勝者は、スイスのステファン・ランビエールで、前回大会に引き続いて2連覇を果たした。女子の優勝者は、初出場のアメリカのキミー・マイズナー。ペアは、中国のホーセイトーケン組。アイスダンスは、ブルガリアのアルベナ・デンコワマキシム・スタビスキー組がそれぞれ初優勝。日本人選手は、男子シングルでは、 織田信成が4位入賞し次年の日本の男子シングル出場枠を1から2に増やした。女子シングルはすぐりあ恵が銀メダルを獲得し3年振りの表彰台に上がる、健闘を見せた。今大会の結果により、2007年世界選手権で複数の出場枠を得た国は次の通り、ありがとうございます。